まあ、ちょっと日本刀みたいな仕上げになるので僕はかなり好きですね。はい、どうも、実行の研ぎ師の亮太です。今日は柳刃の研ぎをしていこうと思うんですけど、究極の切れ味を求めてってことで、まあ、僕が今現段階で思う一番切れ味の出る研ぎ方っていうのをやっていきたいと思います。はい、それで今回どういう研ぎ方をするかっていうと、今までの研ぎ方を見てない方はそちらも見ていただけると嬉しいんですけど、まあ、初級編と上級編でやってた研ぎ方って、まあ、コバとか糸刃をつけて最終的に切れるようにする研ぎ方なんですけど、今回のは、まあ、そのコバも糸刃もつけない状態で刃をかなりピンピンに尖らして、まあ、切れ味を一番高めた研ぎ方っていうのをやっていこうと思います。はい、それで今回はこのベタ研ぎだけで研ぐんですけど、今回使う包丁はこの青紙2号の柳刃になります。で、まあ、これよくある普通の柳の9寸ですね。はい、それでこの包丁は刺身包丁の研ぎ方の上級編であっためちゃくちゃちっちゃい糸刃をつける研ぎ方でやった包丁です。で、この包丁を、まあ、研いでいって、まあ、糸刃も小刃もなしで研いでいくんですけど、今回使う砥石は天然砥石になります。で、今回使うのがこの天然砥石です。これが、まあ、こんな感じなんですけど、はい、この砥石は京都の丸尾山っていう山の青すいたっていう砥石になります。で、この青すいたの特徴をざっくり説明すると、まあ、そこそこ研磨力もあって切れ味もスパッとしたいい刃がついて、包丁の見た目もかなりムラも少なく綺麗に研げるっていう砥石になります。で、丸尾山の砥石には、まあ、もう一個白すいたっていうのがあるんですけど、まあ、研磨力は青すいたの方が、まあ、やや高いかなっていう感じで、それで、まあ、僕の個人的な好みで言うと、どっちかっていうとこの青すいたの方が好きです。で、まあ、白すいたもめちゃくちゃ研ぎやすくてかなり好きなんですけど、どちらかっていうとこの青すいたの方がちょっと研磨力もいいですし、切れ味もスパッとしたいい刃がつくので、まあ、こちらが、まあ、僕が気に入ってる砥石になります。はい、それで今回は合わせの青紙2号の包丁を研いでいくんですけど、青すいたは本焼きにもかなり相性がいいので、本焼き研ぐ時も、まあ、めちゃくちゃ活躍するんじゃないかなと思う砥石です。それで、まあ、今回の研ぎ方でなんで天然砥石を使うかってとこなんですけど、まあ、今回の研ぎは糸刃も小刃もなく、まあ、かなり包丁の刃先を薄く鋭くする研ぎ方になります。で、その時に使う砥石は、まあ、なるべく細かい方がより繊細な研ぎができるので、まあ、刃先をかなり鋭くしようと思うと研磨力の控えめな天然砥石っていうのがかなりやりやすいかなと思います。まあ、それでもちろん人造砥石でもできるんですけど、まあ、人造砥石であればちょっと交番手の方がかなりいい刃がつきやすいんじゃないかなと思います。もちろん中砥石の旋盤でもできるんですけど、まあ、その中砥石と仕上げ砥石を比べた時に、まあ、この今回の研ぎ方で言うと、まあ、仕上げ砥石で研いだ方が、まあ、かなり切れ味的にはいいんじゃないかなと僕個人的には思います。なので、まあ、いつも中砥石で研いでる方も一回人造の砥石とかでも試してみてほしいです。はい、で、天然砥石を使うもう一つのメリットは、まあ、ここら辺はちょっと好みとかがあると思うんですけど、僕はこの天然砥石で仕上げた時の見た目がかなり好きなので、まあ、こういう研ぎをする時は大体天然砥石を使って仕上げています。やっぱりその天然砥石って天然砥石ならではのその見た目っていうのが出るので、まあ、一回ハマると癖になってしまう見た目ですね。はい、それで、まあ、今回する研ぎ方っていうのが、まあ、料理人さんたちがよく一般的にやってる研ぎで、まあ、よくベタ研ぎって呼ばれる研ぎ方になります。で、まあ、この研ぎ方は料理人さんには、まあ、馴染みがかなり深いかなと思うんですけど、まあ、それで、まあ、いつもこの研ぎ方で研がれてる方も一回ちょっとこの天然砥石の仕上がりとかを見てほしいので、よかったらぜひ参考にしてみてください。はい、それでこの研ぎ方って結構難易度が高いので、まあ、初めて研ぐ方とかあんま研ぎに慣れてない方とかは刺身包丁の初級編と上級編っていうのがあるので、そちらも参考にしていただけたらいいかなと思います。はい、で、次に、まあ、この、まあ、ベタ研ぎの研ぎ方のメリットとデメリットを紹介していきたいと思うんですけど、まあ、まずメリットから言うと、まあ、メリットは何といっても切れ味が抜群に良くなることです。はい、それで糸刃も小刃もつけないってなると、まあ、刃先がかなり鋭くできるので、まあ、その包丁の切れ味っていうのを最大限高める研ぎができます。それでこの研ぎ方のもう一つのいいところが、まあ、鋼の包丁には、まあ、青紙とか白紙とか、まあ、その中でも1号とか2号とかいろいろ分かれてて、いろんな種類があるんですけど、まあ、その白紙2号だったら白紙2号の性能を、まあ、最大限引き出せる研ぎ方っていうのが、まあ、このベタ研ぎの今回の研ぎ方になります。
はい、ですのでメリットとしては、まあ、やっぱりこの切れ味っていうのが何といってもメリットじゃないかなと思います。で次にこの研ぎ方のデメリットなんですけど、この研ぎ方のデメリットは、まあ、ちょっと欠けやすいっていうところですね。まあ刃先がめっちゃ薄くて鋭くなるので、まあ、どうしても耐久度っていうのが下がってちょっと欠けやすくなるっていうのが、まあ、ちょっとデメリットになってくるんですけど、まあ、欠けやすくなるとどうなるかっていうと、まあ、ちょっとまな板も選んでもらう必要があります。っていうのも、まあ、一番包丁に優しいまな板っていうのが、まあ、ヒノキのまな板とか言われてるんですけど、まあ、ヒノキのまな板って、まあ、包丁の刃が食い込むのであんまり包丁に衝撃を与えないんですよね。ですが、まあ、よくプラスチックのまな板とか硬い木のまな板とかってあると思うんですけど、まあ、この硬いまな板って、まあ、包丁にかなり衝撃が与えられるので、まあ、その時にかけたり、まあ、刃が潰れたりするっていうことがよくあります。まあ、それでこの研ぎ方がその影響をもろに受けるので、この研ぎ方をするのであればまな板っていうのもちょっと選ぶ必要があるのかなと思います。はい、まあ、それで刃のかけやすさに付随して包丁の長切れっていうのもちょっと低下してきたりします。っていうのも包丁の刃が欠けるってことは、まあ、刃先が潰れるのとまあ似たようなものなので、どうしても長切れっていうのがちょっとしづらい研ぎ方にはなってくるんですね。はい、ですのでこの研ぎ方をするときはこの2つのデメリットをちょっと頭に入れて意識しながら包丁を使うのがいいかなと思います。はい、それでこの2つのデメリットがあるんですけど、まあ、この刺身を切る柳刃っていう包丁に関してはこのベタ研ぎっていうのをすると、まあ、めちゃくちゃ切れ味も良くなって、まあ、刺身の角も断面もめちゃくちゃ滑らかに切れるので、この刺身包丁、柳刃包丁にはかなり合った研ぎ方なんじゃないかなと思います。はい、それでまあこういう包丁の種類によって研ぎ方っていうのを変えるのが僕はいいんじゃないかなって思ってて、まあこういう柳刃に関してはめちゃくちゃ切れ味が欲しいのでこういうベタ研ぎで仕上げる、出刃包丁に関しては耐久度が欲しいのでちょっとハマグリにして最後コバとかつけて耐久度を上げる、で薄刃に関しては剥き物がメインなんか打ち物がメインなんかにも変わりますけど、まあコバをつけて仕上げるか、まあこういうベタ研ぎで仕上げるかっていう感じで、包丁や用途によって研ぎ方を変えるっていうのがまあめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ研ぎ方もちょっとお伝えしていこうかなと思うんですけど、まあこのベタ研ぎっていう研ぎ方は、まあ今まで刺身の包丁の研ぎ方で言ってきた中では一番シンプルです。で、まあシンプルなんですけど、まあかなり繊細な研ぎになるので難易度的にはかなり高くなります。なので、まあ上級編よりもちょっと難しいかなとは思います。で、まあ研ぎ方っていうのはまあシンプルなんですけど、まあこの切り刃って呼ばれる面をまあムラなく均等に研ぐ、まあ、どのぐらい研ぐかっていうと、まあ、この切り刃の面を研いで裏に返りが出るまで、でそれも均等に同じぐらい返りが出るまで研ぐっていう感じですね。でこの均等に研ぐっていうのがかなり難しくて、まあ、糸刃もコバもつけないので、まあ、研ぎすぎると気づいたら包丁がこう S 字になったりしてるっていうのが、まあ、よくある研ぎ方になるんですね。なので、まあ、その形が崩れないことだけちょっと意識して、まあ、研いでる最中に何度も何度もこの形を見ながら研ぐのがいいかなと思います。はい、それで、まあ、切り刃表側が研げたら裏側の裏押しっていうのをしていきます。で裏押しは、まあ、ぴったりつけて研ぐだけなんですけど、まあ、それもあんまり研ぎすぎない方がよくて、使う砥石はなるべく仕上げ砥石とか、まあ、目の細かい砥石、天然砥石の仕上げがあればそれで全然大丈夫です。で、まあ、面直しもなるべくきっちりして砥石の面がまっすぐな状態でするっていうのがやっぱり大事になってくるので、まあ、研ぎの基礎の基礎っていうとこはしっかり踏まえた上でこのベタ研ぎをするのがいいかなと思います。それで表も裏も研げたら刃先に残ったバリっていうのを取っていくんですけど、まあ、バリっていうのは、まあ、刃先についてる鉄くずみたいなものですね、まあ、削れカス、金属の削れカスみたいなものです。でそれをまあ新聞紙か、まあ、ジーンズかで取って、それでもう一度刃がついたか手で触って確認して、でその時にまだ返りとかが残ってるようだったらその返りを取るためにもう一回研ぐっていう感じです。はい、っていうのが、まあ、この研ぎ方のざっくりとした説明なんですけど、まあ、これから実際に研いでいきたいと思いますので、まあ、その時にも要点とかがあればちょいちょい言っていこうと思います。それでは実際に研いでいきたいと思います。はい、それじゃあ今から実際に研いでいきたいと思います。じゃあまず面直しからですね。面直しは、まあ、こういうダイヤモンドのやつがいいかなと思います。腎臓の砥石の面直しだとちょっとどうしても、まあ、腎臓の砥石の研磨剤が出てしまうので、まあ、天然砥石使うときはダイヤモンドがおすすめです。
はい、でこういう研磨剤、まあ、天然砥石の研ぎ汁は洗い流さずにこのまま使います。はい、それで、まあ、こういう天然の名倉とかがあれば、この天然の名倉で面直しした後にこすってもらえると、まあ、なおいいかなと思います。まあ、なくても全然大丈夫です。はい、じゃあ今から実際に研いでいくんですけど、まあ、切り刃の当て方は、まあ、ベタ研ぎでここぴったり当てる感じで研いでいきます。で、まあ、さっきも言ったんですけど、まあ、なるべく、まあ、研ぎムラとかここら辺研ぎすぎてここら辺少なすぎるとかがないように、まあ、調整しながら研いでみてください。じゃあ研いでいきたいと思います。
はい、それでムラなく研ぐコツがちょっとあるんですけど、包丁を砥石に対して45度で置くのがまあ一般的で、まあ、よくあるやり方なんですけど、それでまあこっちの45度で研いだら、まあ後でこっちの縦目で研ぐと、まあ、結構このなんか段差みたいなムラも少なく研げるので、まあ、こういう研ぎ方もやってみてもらえるといいかなと思います。はい、では、まあ、全体的に返りも出たので次裏押しをしていきたいと思います。で、裏押しをする前はまた面直しをしてあげてください。はい、ではこれで1回研げたのでちょっと新聞でバリを取ってみたいと思います。はい、で新聞のバリ取りはいつもと同じでこんな感じで新聞丸めてもらってこの上で軽く擦るっていう感じですね。はい、でこれでバリ取れたらもう一度返りが裏と表にないか確認します。でなければ研ぎ終了ですね。あればもう一度表と裏研いでもう一度新聞でバリ取ってもう一回確認するっていう作業をして、で、まあ、これをなくなるまで繰り返すっていう感じですね。で今回はこれで取れてるの で次は一応目でこの刃先の状態を見ます。で刃先をまあ光に当てながら、まあ、潰れてるとこがないかとか刃先欠けてるとこがないかとかを見てなさそうだったら終了ですね。はい、じゃあちょっと試し切りをしていきたいと思います。じゃあまずティッシュを切っていこうと思います。でティッシュは結構刺身と似たような感じで切れるので、まあ、試し切りにはちょうどいいんじゃないかなと思います。では切っていきます。はい、じゃあ次はこの紙を切っていこうと思うんですけど、この紙は音にも注目して見てもらえるといいかなと思います。
はい、でこんな感じで、まあ、紙を切った時に切れる音がすると思うんですけど、まあ、この音の違いで、まあ、切れ味の違いっていうのも結構音で出てくるので、ぜひ、まあ、中砥石とか天然砥石とか仕上げ砥石とかで研いだ時は、まあ、紙を切ってどんな感じの刃がついてるかなっていうのも確認していただけると楽しいかなと思います。で天然砥石で研ぐと、まあ、さっきみたいにかなり音が小さくて、まあ、かなりスーッと入るような切れ味になります。はい、でこれが実際に刺身とか食材を切った時にも、まあ、かなり引っかかりが少なく滑らかな鋭い切れ味っていう感じの切れ味になります。で天然砥石がこんな感じで、まあ、中砥石の旋盤とかだともっと引っかかり、まあ、食材への食いつきが多いので、まあ、かなりスパスパ切れる感じにはなります。でまあ、この切れ味っていうとこは、まあ、好みがかなりあるかなとは思うんですけど、まあ、もし旋盤しかやったことがないとかっていうのがあれば、まあ、腎臓の仕上げ砥石とか天然砥石とかで一回試していただけると、まあ、さらにいろいろな切れ味っていうのも体感できると思いますので、はい、よければ違う砥石で仕上げてみてください。はい、で切れ味っていうのは、まあ、やっぱり食材の断面をなるべくきれいに切るっていうのと、まあ、その食材のうまみをなるべく逃がさないっていう、まあ、日本独特の言葉になってきて、その切れ味っていう言葉も和食の方とか料理人さんとかはかなり大事にしてるところかなと思いますので、まあ、その切れ味っていうのをいろいろ試していただけるといいかなと思います。まあ、僕個人的に言うとやっぱりその天然砥石で研いだ時の切れ味っていうのはやっぱり他にないような切れ味がありますので、まあ、かなり好きですね。まあ、かといって腎臓砥石もかなり切れ味鋭くできるので、腎臓砥石は腎臓砥石でめっちゃ好きです。はい、ではまとめになるんですけど、まあ、こんな感じでめちゃくちゃ切れ味を鋭くしたいっていう時はこのベタ研ぎっていう研ぎ方がかなりいいと思うので、柳刃とか、まあ、薄刃とか、まあ、出刃でもやりたい方がいればぜひチャレンジしてみてください。でこの研ぎ方やっぱりちょっと難易度が高くなるので、まあ、本当に、まあ、今から研ぎを始めたいっていう方はぜひ初級編の方も見ていただけると嬉しいです。はい、じゃあ最後に天然砥石の仕上げの見た目を見てもらって今回の動画を終わりにしたいと思います。はい、じゃあこんな感じに仕上がるんですけど、まあ、やっぱり天然砥石で研ぐと、まあ、こんな感じで柔らかく曇った感じになって、まあ、独特な仕上がりになります。まあ、ちょっと日本刀みたいな仕上げになるので僕はかなり好きですね。はい、それでは今回も動画見ていただきありがとうございました。まあ、今回の問い方とか、まあ、他に何か質問とかがあればコメント欄の方によろしくお願いします。それでは今回の動画見ていいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。